れで行ったんだ俺。え、残ってるんですか。残ってる、あったあったあった、冷たいものあった、あれで行ったんだよ。お前懐かしいっすね。俺前ここにこれら止めたの。ここに住まいはどこだったんですか。この奥だったんだよね、奥。これが黒い海岸ってことですね。これが黒い海岸。もう砂がさ、真っ黒なの。ほんとだ、ね、砂黒いんですよ。あ、ほんとに真っ黒だ、ね、ほら、砂黒いの。でも黒いんですよ、下まで真っ黒なの。懐かしいっすか。ここで泳いだね、俺もね。ウルトラポットライド行って俺遊んだの、子供もちっちゃかったからな。あれ、お父さんじゃこれ見てたんだ。そう、親父も来たからさ、俺がここに来てるの分かって、一回来たから、おふくろと一緒に来て、これを見て話しちゃう。多分風呂の後ろに止まったのね、もうすぐ帰って一泊一緒に帰ってきた。その辺は詳しく分かんないけど、来たの覚えてるんで。吉岡さん行ったんかいってなっちゃうね。あ昨日言ったらもう今日行ったのかよみたいな。かなり暗い。あ、いいっすよ、無理しないで。あ、あぐですか。あぐ、あぐ、手伝います、大丈夫ですか。わぁ、壊れます、大丈夫ですか。壊れたんじゃん。壊れて、バキって見てよ。何回か壊れてるところあるんで。すごいね、これすごい。わぁ、本当の乗りだ。昔の、本当だ。すごい、本当だ。うん、ちょっと小野寺さん、魚釣ってきてくださいよ、川で。ちょっと俺ここでこうやってぐわっ、こうなんかこうあれするんですか、猫。あ、似合いますよ。いや、魚こさせてもらっていいですかね。あの池で今川で釣ってくるから、こうやって。ちょ、いいね、これね、こう刺してこう。はぁ、あ、いいじゃんね。なんかちょっとこう、洋館見せる。いいですね。たまにはここでこうやったりするんです。そうですね、あの、まあ、きりたんぽとかも。ああ、きりたんぽ、普通に。え、きりたんぽって本当に秋田の人たち食べるんですか。こっちだと、あの、だまこって。ああ、うん、だまこね。お店の前でも丸めた、なんかこうね、うん、米つぶして、中の、なんつうかな、うちの方では芋のご汁の中に入れるようなイメージっていうか、ね、俺も食ったな、だまこな。俺もあっちに八盛りだからね、あんまり食わせるんだな。びっくり、そう。結婚してた時っていうか、そうっす、仕事はなんその時なんかやってた。その時ね、トレーラーの運転手しちゃうんですよ。で、運転手して全国歩いてる、ね、なかなか家帰ってこれなかったんですね。八森、あの黒い砂浜じゃないですか、はい、あそこにトラック止めてね、あの辺の家だったんで。ダメだじゃん、うん、噛んなよ。で、今日もね、行ってみてきたんですよ。ほっといて、可愛がられると怒っちゃうんで。あ、そうなんですか。ほっといてもらえば、あの、うん、危害加えない。あ、そうなんですね、はい、黒い砂浜を見てね、後ろもね、ね、いいね、なんか祈りになるっていう人だね。梁だってすごいじゃん、やっぱ見殺しのさ、梁です。これ、壁も全然塗ったんですか。壁は、あの、なんかイベント的にみんなで漆喰塗って、うん、あ、はい、いいっすね。170年だそうです、リフォームして。お前、これも昔のあれ、あれ、こう2階上げてきるの、ほんとあれで、滑車で。お前、これも。バッテリー変えて、あの、純正のバッテリーじゃないやつだから、なんか常に光ったままなんですけど、あ、はい、あれが、調子はいいんですよ。はい、大丈夫です。
ああ、ちょっと待って。ありがとうございました。すみません。どうぞ。